大陸横断鉄道は、講義では、大陸の端から端までをつなぐ鉄道網一般を指す。ただし、鉄道網が縦横無尽に発達しているヨーロッパ大陸を横断する鉄道は通常はこれには含まれない。電化区間を行く EP-2 型電気機関車、1925年の時刻表アメリカ合衆国では、東海岸から 西海岸までの路線を一つの会社が通して所有したことは過去になかった。これは東部の鉄道会社が西部の線路まで保有すれば他の鉄道会社の路線への相互乗り入れが難しくなるためである。現在でもミシシッピー側を挟んで東西に二つずつの大きな鉄道会社がある。このためアメリカ合衆国で大陸横断鉄道といえば ミシシッピー側の西側の中西部と西海岸とを結ぶ路線のことを指す。現在、シカゴと西海岸を結ぶ長距離旅客列車としては、半官半民のアムトラックにより、エンパイアビルダー、カリフォルニアゼファー、サウスウェストチーフ、テキサスイーグルの各列車が運行されている。このほか途中乗り換えなしで西海岸と東海岸を結ぶ。 米国史上初の定期大陸横断旅客列車として、ニューオーリンズ・ロサンゼルスを結んでいた、サンセット・リミテッドが1993年4月4日より、フロリダ州、ジャクソンビルまでの延長運転を開始し、同列車の運行区間は後にオーランドまで、さらに延長されたが、2005年のハリケーン・カトリーナ、及びハリケーン・リタの影響で、ニューオーリンズ・伊トの区間では、運行が休止され、 2018年現在もその状態が続いている。アフリカ大陸を東西に鉄道で横断する方法はいくつかある。ありがとうございます。